山本優子の脱力会議。皆さんこんばんは、山本優子です。佐々木千秋です、こんばんは。さて今回も始まりました脱力会議、はい、この番組は柔道整復師で日本スポーツ協会アスレチックトレーナーでもある山本優子さんが研究を重ね確立した理論脱力関節調律をフューチャーし、ラジオを聴きの皆様に健康になっていただくのはもちろんのこと、脱力力を抜いて健康以外のいろんなテーマについても我々二人のガールズトークで明日からの活力にしていただきたいというコンセプトのもとに始められた番組です。はい、はい、どうかラジオを聴きの皆さん、これからの30分はですねリラックス、まさに脱力をしてですね一緒にこう楽しんでいただけたらと思います。皆さん改めまして山本優子です。この番組で私の理論脱力関節調律の素晴らしさなどをお伝えしていただけていけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。それではまずは山本優子さんがどんな方かということを簡単にご紹介させていただきたいと思います。山本優子さんは大学で健康や医療について勉強された後、柔道整復師、日本スポーツ協会アスレチックトレーナーとして研究と経験を重ねられ、従来のマッサージ手法とは全く異なる各部位に脱力を促し、各関節の正しい動きを取り戻す山本優子オリジナルメソッドを開発されるとともに、脱力関節調律理論を確立されました。現在は一般の方はもちろん、プロゴルファーの方々へ脱力関節調律に基づく山本優子オリジナルメソッドを施術され、ゴルフのスコアアップにつながると今注目されていらっしゃる若手女性施術師さんです。はい、そしてですね、この脱力会議で番組アシスタントを務めさせていただいておりますのは、女優でタレントの佐々木千秋と申します。現在は12月から公開がされております佐藤製薬さんのエンペスト L、そしてリゾンさんの CM 出演をはじめ、ドラマや映画を中心に活動させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今回もですね、こんな2人で楽しく皆さんにね、少しでもこう健康になっていただきたいという思いとともに、日々の生活の中で脱力力を抜くことの大切さを感じていただければと思います。それでは最初のコーナーは山本優子の力を抜いてリフレッシュ。さあこのコーナーはですね、施術の専門家山本優子さんにお家で簡単にできる各部位の疲れを取る簡単なエクササイズをご紹介ご指導いただくコーナーです。それでは今回はですね、肩編ということで、その痛みの原因や肩こり対策などについてもお考えしていきながら、お家で簡単にできるエクササイズご紹介いただけますでしょうか。はい、千秋さんありがとうございます。はい、前回までは首編ということでパート1、はい、パート2とやらせていただきまして、まあ、首編の中では、はい、まあ、力を抜くっていうことと、まあ、正しく動かすっていうことをお伝えさせていただきました。はい、で力を抜くためには、まあ、呼吸を止めずにっていうことであったりだとか、まあ、骸骨などのイメージを持ちながらやることで効果を出すことができますよっていうお話をさせていただきました。はい、まあ、最近寒くなってきまして、結構肩もキュッと上がってしまったり、ね、肩こりでお悩みの、まあ、特に女性の方なんかは結構お悩みの方も多いので、はい、今日は、ね、肩編ということで、はい、楽しみでございます。やらせていただきます。はい、千秋さん肩こりとかあるんですか。私は結構肩こりものすごいひどいというか、うんうん、はい、辛い痛みがありますよ肩凝ってそうな感じしますもんね。ですか。どの辺で分かっちゃったんですか。分かりますよ。分かりますか。はい、そうなんです、肩こりね、はい、悩みますよね。じゃあ今日は千秋さんにもぜひ覚えて帰っていただけたらなと思います。はい、はい、お願いします。でまずちょっと肩こりの原因からお話ししていきたいと思うんですけど、はい、まあ、肩こりも前回までの首編と同じく、はい、原因としては力が入りすぎてしまうことと、はい、まあ、うまく使い方がいっていない、使い方がちょっとこう体に負担のかかる使い方になってしまっているということが原因なんですね。はい、でまずは脱力力を抜くというところから一緒にやっていきたいと思います。大事です。はい、では簡単なので皆さんもぜひ一緒にやってみましょう。はい、はい、じゃあ肩を前にギューッと耳に近づけるように持ち上げてください。もう一回、もう一回、もう一回、一回ストンストン、もう一回グーッと上げてストンと落とす。これだけでも結構こう血流良くなって肩が
なんかちょっとだけ、はい、ストーンとしますよね。そうですね、すっきりした感じがしますねっていうぐらい普段皆さん力が入ってしまってるんですね、はい、あ、なるほどね。でこれ今何やったかっていうと、わざと力が抜けない、はい、抜けづらいので、はい、わざと思いっきり力入れてもらって一気に離すことで脱力させています、はい、なるほど。確かにこうやっていくと意識的に脱力しちゃいますもんね、はい、でまあお仕事の合間とかにも簡単にできるので、はい、まあ、まず力を抜いてあげるっていうところをやってみてください、はい、あとは今日は使い方、肩の正しい使い方、腕の正しい使い方についてお話ししていきたいと思います。はい、じゃあそもそも、うん、じゃあまた千秋さん質問いいですか。あ、いいですよ、はい、腕ってどこからどこだと思いますか。腕は、はい、肩の、はい、肩というかなって言ったらいいんだろう、肩の延長線上のこのストンと落ちるところからが腕だと思ってます。はい、堂々とお答えいただきましたありがとうございます、はい、大体の方はこのようにお答えいただきます。はい、はい、ただ解剖学的に言うと、まあ、少し違うんですね。そうなんですね。で、まあ、先ほど今お伝えしていただいたのって、まあ、いわゆる肩って言われる部分だと思うんですけれども、はい、そこから下に下がっていくところにこう指がつながってるじゃないですか、はい、そのムキッと力こぶを作るような上腕二頭筋をムキッとするところ、はい、わかります？わかります、はい、そこが上腕骨っていう骨なんですね、はい、そこから上腕骨と関節を作ってる骨ってどこだかわかります？全くわかんないんですけど、はい、でももしかしたら、この肘から肩にかけてのこの辺りにあるんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、そこからさらに顔に近づいたところに関節があるんですけど、はい、そこに肩甲骨って聞いたことないですか？あ、聞いたことありますよ、はい、肩甲骨とその力こぶの向きというところにある上腕骨が関節を作っているんですね。そうなんですね、はい、でその部分が腕のスタートって思われる方が多いんですが、はい、肩甲骨って背骨とも肋骨とも関節を作ってないんですね。なので何かがないと肩甲骨より下はスコーンと落っこちてしまうんですよ。じゃあでもなぜ落っこちないでいられるかというと、はい、まあ、体の胴体の体幹部分と突っ張り棒の役割をしてつなぎ止めてくれてる骨がありまして、はい、それがデコルテと言われる鎖骨。鎖骨、はいはい、鎖骨の一番内側が腕のスタートになるんですね。そうなんですか、はい、いや知りませんでしたナイスリアクションですでこの鎖骨の内側が腕のスタートなんですね、はい、なので、まあ、ここを腕のスタートって知ってるか知らないかで、はい、肩への負担っていうのが全然違うわけですね。なので腕を上げたり下げたりするときには、はい、鎖骨に手を当てていただいて手を上げたり下げたりしていただくと、はい、まあ、動いてる感覚っていうのを感じられる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。なので、まあ、普段からここからが腕だぞと思って上げるだけでも、はい、肩への負担っていうのは減ってきます。本当ですね、はい、これはね実際に触ってみないとやっぱりわからないかもしれないです、うんうん、実際ね、こう今鎖骨のあたりを触りながら腕を上げたりしてるんですけど、はい、まあ、当たり前なんですが鎖骨が動きますよね。そうですよね、はい、感じていただけて嬉しいです。すごく勉強になります。なので、まあ、はい、ポイントとしては力を抜いてあげるっていうことと正しく使ってあげるということ、はい、なので今日のまず力の抜き方覚えてますか？はい、覚えてます。ぐーっと上に上げてストーンって落とす、はいはい、これで肩の力を抜いてあげて、はい、その後、まあ、正しく鎖骨から動かすという使い方を意識しながら使ってあげるだけでも肩こり激減しますので、はい、そうですね、ぜひ千秋さんにやっていただけたらなと思います。いや本当にこれからの季節はね、はい、どうしても寒くてこうやっぱり縮こまっちゃう人とかいると思うんですよ、うんうん、はい、ぜひやっていきたいなと思いました。はい、うん、ぜひぜひ、はい、実際肩こりにならないように、はい、まあ、このエクササイズも、ね、はい、そうですし、まあ、生活の中で、はい、山本さんだったらこうしていくなっていう心がけみたいなものって何かありますか？あ、はい、結構荷物が重い方ってすごく多くて、まあ、特に女性なんかだといろいろ詰め込んで荷物大きい方いらっしゃるじゃないですか、はいはい、でそれをもう片側に常にかけることによって、うん、まあ、肩こりでお悩みの方っていらっしゃるんですね。はい、なので、まあ、大体どちらかで癖で右とか左とか持ってしまう肩側ばっかりで持ってしまうって方が多いので、はい、私のおすすめとしてはお家から出る息だけで、も、はい、いつもと反対側の肩にかけてカバン持っていただくと大体帰りはもう疲れ果てて、はい、忘れて反対側のいつも使ってる方で帰ってきちゃうので、息だけでも
いつもと逆側を使っていただくと、まあ、左右のバランスが取れて、肩への負担も減ってくるので、楽しんでいただけたらなと。これできそうですよね。できそうですよね。朝ね、はい、出勤とかするときに、はい、今日はじゃあ肩いつも使わない方って、うん、帰りはねどうしてもね忘れちゃったりすると思うので、はい、まあ、心がけ大事ですよね、はい、ありがとうございます。はい、はい、もうすごくね、今日も今回も肩こりというところで、はい、すごく身近な症状だと思うんですけど、身近だからこそ私たちどうやって解決していったらいいんだろうって結構常に悩んでいるものだったりするんですね。なので本当に、まあ、エクササイズもそうなんですけれども、まあ、ちょっと脱力をさせていくというところがいかに大事かということを今日はすごく学んだ気がすると思いました。はい、ぜひ実践してください。はい、ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもこの番組が終わったら一度試してみてください。基本脱力、力を抜いて実践をお忘れなく。以上、力抜いてリフレッシュのコーナーでした。改めまして、現在放送中の脱力会議、担当は山本優子と佐々木千秋です。さあ、続いてのコーナーは千鳥足のお供になんですが、はい、はい、聞くところによりますと一応この番組脱力による健康をコンセプトに進めているはずなんですがね、なかなかこのコーナー好評のようで、ね、はい、山本さんどうですか。はい、いや、このコーナー一番評判いいですね。結構皆さんね、聞いてくださったりとかしてるんですかね。はい、言ってたお店行きたいってよく言っていただきます。そうなんですね。はい、もうぜひ、もう本当に嬉しいです。とりあえずですね、今回のお店ご紹介させていただきたいと思います。はい、今回はですね、東京は東急大井町線、そして京浜東北線大井町駅の近くにあります伝来大井町店さんに行ってまいりました。はい、今回はね、まあ、12月ということで、まあ、鍋食べたいねという話から、はい、今回伝来さんの方にお邪魔させていただいたわけなんですがね、食べちゃいましたね。食べちゃいましたよ。はい、本当にまあ、お店にこうね入って、まあ、山本さんもね結構何回かは行かれたことはないんですか。初めて、はい、初なんですね。で、私もね、初めて、もちろん初めてなんですけど、うんうん、まあ、ちょっと玄関というか、はい、正面玄関入った時に、うんうん、こうなんて言ったらいいんだろう、いらっしゃいませって迎えてくださるんですけど、うん、こうちょっと実家とか田舎のおばあちゃんちって皆さん想像できますかね。はい、こう玄関があって一段上がって居間があったりリビングがあったりとかってあると思うんですけど、玄関がそんな、ちょっと田舎のおばあちゃんを思い出すような佇まいというか建て方で、ただいまって言いたくなるような感じでしたね。すごく入った瞬間からテンションが上がりました。はい、であれですね、掘りごたつがね、あるお店で、はい、くつろいちゃいましたね。本当にすごくね、いろんなね、サラリーマンの方もいらっしゃいましたし、うんうん、なんだろう、すごく、なんかこうアットホームというか、そうそうですよね。はい、なんてなんかもう隣の席の人の声があまり気にならず、掘りごたつって不思議なもので、うん、なんかお家にいるような感覚で、ね、そう話ができるというところで、なかなか新しいなというふうに感じましたね。はい。でお店の特色、これはもうね、ゆうこさんがぜひ声を大にして言っていただきたいんですけれども、はい、あれですよね、はい、もう目的とする、はい、ある食べ物が食べたいというところか、もつもちろんね、鍋も食べたいっていう理由だったんですが、はい、ゆうこさん的にはこれがね、はい、実はちょっとみんな食べていただきたかったんですよということでご紹介いただいたんですが、はい、何でしたっけ。その食べ物というものいうのは、はい、発芽ニンニクっていう食べ物でして、はい、発芽ニンニクって聞いたことありました。いや、聞いたことなかったです。はい、まだまだ認知度は高くないかなとは思うんですけれども、はい、まあ、スプラウト状のニンニクでして、はい、ニンニクから芽も根も出たまま全部丸ごと食べれる、はい、ニンニクになっていて、はい、匂いが残らなかったりとか胃もたれしないので、うん、いくつでも食べれちゃうニンニクですよね。そうなんです。
でこのお店この発芽ニンニクを使ったもつ鍋だったりだとか、はい、これ裏メニューなんですけど、はい、ナムルとか、はい、食べました。でこの発芽ニンニクすごく特徴的で、まあ、皆さんにもぜひ知っていただけたらなと思うことがありまして、はい、これ実は就労支援になる食べ物なんですね。うん、あの例えば障害をお持ちの方であったりとか、はい、あのまあ、シングルマザーで外ではお仕事ができないような方がお仕事として発芽ニンニクを栽培されて、それが飲食店だったりだとか、まあ、ご家庭で食べていただくことによって、まあ、お仕事の提供になる、就労支援になる、なので美味しく食べて就労支援になるという、まあ、素晴らしいこう食材かなと思って、はい、こちらを食べたくていただきましたよ、はい、来ました、衝撃でした、うん、あのニンニクってやっぱり女性の方は特に次の日お仕事ある時ってなかなかこう食べにくい食材だと思うんですけど、うん、本当にね、次の日私はなんですけどあまりニンニク感がなくて、うんうんうん、しかも元気になったんですよ、うんうんうん、なんとなくこうパワーがみなぎるような感じで一日頑張れたので、うんうん、これはいいと思ってしまいました。はい、あの日もめちゃくちゃニンニク食べましたよね。多分10粒ぐらいは食べた気がするんですけど。そうですね、結構いただきましたね、はいはい、はい、であとですね、まあ、あの発芽ニンニクもそうなんですが、このお店もつ鍋焼き豚が自慢 の、うんうん、はい、あの和風居酒屋になってまして、はい、であの私たちが食べた料理といたしましては、まあ、白いもつ鍋、うんうん、はい、白いもつ鍋食べました。はい、ニンニクたっぷりで塩ベースでもつがプルプルしていて、発芽ニンニクをしっかり楽しんでいただける鍋となっておりました。はい、いや、冬を感じましたね。そうですね美味しかった。そして山本さん、うん、もう本当にで、あの一声出ました、はい、丸ごと揚げトマトですよね。もうたまらなかったですよね。うん、本当にあのトマトをこれにしましょうと、うん、本当にお好きなんだなというふうに感じたんですが、あのだし汁の中に揚げトマト、しかも丸ごと1個、うん、揚げたトマトのを入れていただいて、これ酸味とこのだし汁の相性がね、うん、本当に抜群でして、イメージとしては揚げだし豆腐、うんうん、揚げだし豆腐のトマトバージョンですよね。トマトバージョンですよ。これはね、女性は食べたい食材なんじゃないかなと思いながらいただきました、はい、あとは焼き豚ですよね、うんうん、で和豚もち豚を、あ、和もち豚を使った焼き豚をいただきまして、まあ、もちもちとした食感と、あとお皿の代わりにですね、特製の溶岩石の上に焼き鳥、うんうん、まあ、焼き豚を乗せて出してくださるんですけど、これあの一気に出していただいても、お話を楽しみながらもその溶岩石のね、うん、上に置いてあるんで、はい、温かいまま、温かいまま最後まで楽しめるというところで、いろいろ食べましたよね。食べましたね。うん、あの本当にこんなに食べていいんだろうかというくらいはい、うん、すごく楽しませていただきましたね。これからの季節ってやっぱりこうみんなでワイワイしながらね、食べたり飲んだりってすごい楽しい時期ですよね、うん、なのでぜひ、まあ、皆さんもね、あ、私たちも、うん、そろそろ、はい、忘年会シーズンだななんて考えてらっしゃ、いらっしゃる方もいると思うので、ぜひよかったらこちら伝来さんですね、大井町にございますので、機会があったらぜひね行っていただきたいと思いました。はい、で今回ですね、ご紹介させていただいたお店伝来大井町店さんは、東京都品川区東大井 5-17-1 北橋ビルの1階にございます。ご予約お問い合わせは 03-5783-6685 までお願いいたします。営業時間は月曜日から木曜日が17時30分から24時まで、金曜日は17時30分から翌日の1時まで、そして土日祝日は17時から24時と、日曜日も営業されている居酒屋さんということで、はい、ぜひ行ってみてください。でアクセスに関しましては、東急大井町線、京浜東北線の、大井町駅東口から行っていただくと徒歩1分と、かなり駅近でアクセス抜群となっておりますので、ぜひ皆さん一度行かれてみてはいかがでしょうか。以上、千鳥足のお供にのコーナーでした。今月のイヤスコ、さて続いてのコーナーは今月のイヤスコです。
この癒すことは癒す子供ではございません。私のですね、故郷の宮城県では食いしん坊のことを癒すことを言うんですね。でつまりこのコーナーではお酒以上にお菓子やご飯、そしていわゆる食べ物が大好きな私佐々木千秋が我がふるさと宮城県のおすすめの名産県産品などについてご紹介させていただくコーナーです。そして今回ご紹介させていただきますのは皆さんもよくご存知宮城名物生どらです。はい、はい、山本さんご存知でしたよね。はい、知ってました。あ、本当ですか、よかった。生どら美味しいですよね。美味しいんですよね、はい、いやもう本当に私今すごくホッとしてます。どういうことですか。そうなんです、あのね、あのうちの事務所の社長が知らないっていうことで、あの生どらだよっていう感じなんですけど、はい、声を大にしてお伝えしたいと思います。、はい、あの生どらはですね宮城の名産品となっております。はい、はい、ということでですね、はい、改めましてこの生どらについて少しだけお話しさせていただきたいと思います。でそもそもですねどら焼きの名は一般に形が打楽器のどらにドラっていうのかな、ドラなのかな、うん、に似ていることからついたという説が有力だと言われているんだそうです。ただですね関西方面では今日ドラ焼きと呼ばれているものを三笠焼き三笠饅頭などとですね呼ぶことが多いんだそうです。でこれはですねこのお菓子の外見が奈良県にある三笠山っていう山があるんだそうなんですが、うん、はい、これとすごく似ているということで、まあ、それが由来して古くから三笠にちなんだ名称が用いられてきたそうです。そしてですね生どら焼きはリサーチによりますと1985年、はい、昭和60年、割と最近なんですけど、宮城県の利府町の加藤マロニエさんが生クリームと小豆あんをホイップして挟んだどら焼きを生どらと命名して販売開始しました。現在は元祖生どらとして販売中でございます。でするとですね道庁と隣接する塩釜市という市があるんですが、はい、そこにある栄太郎さんというお店で生どらの販売を開始しました。でその後栄太郎さんはさまざまな種類の生どらを販売しまして一躍その地位を得たと言われています。はい、で栄太郎さんって聞いても、はい、もしかしたらんって多分思っちゃう方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、はい、あの実際今日ですねあのスタジオの方にお持ちしまして、今日はですね、まあ、あの小豆の、まあ、小豆あんがたくさん入った生クリームとね、はい、小豆バージョンとごま風味をお持ちしました、はい、そう、うん、そうなんです。ラジオ聞きの、あのリスナーの皆さんはちょっとねご覧になっていただけないかもしれないんですが、色的には生どらで小豆がオレンジ色でごま味が、なんだろう、黄色かな、黄色っぽいお色のパッケージに入ってまして、表に栄太郎生どら焼きと書いております。なのでぜひちょっと探していただきたいんですけれども、この生どらゆうこさん食べたことありますか。この風貌、その風貌ないですね。あのコンビニとかで最近すごい多いじゃないですか。多いですよね。コンビニスイーツは食べたことあります。本当ですか、はい、これもしあの今日ね、はい、召し上がっていただきたいと思うんですが、はい、皮がすごく、まあ、もちろんしっとりしているっていうのと、はいはい、栄太郎さんの生どら焼きに関しましては小豆ごまだけじゃなくてラムレーズンとかチョコとか、はい、ずんだとかありまして、全部パッケージの色がおそらく違うと思います。なのでぜひあの期間限定品なんかも出たりするので機会があったらぜひ召し上がってみてください、はい、はい。さあ皆さんいかがだったでしょうか。まあねスイーツも美味しい時期となりましたので、はい、ぜひ栄太郎の生どら焼き召し上がってみてください。以上今月のいやすこのコーナーでした。皆さんなんともうエンディングが近づいてまいりました。今回の山本優子の脱力会議いかがだったでしょうか。この番組は月2回の放送で毎月第2、第4火曜日夕方18時からお送りしております。次回もぜひお聞きいただければ嬉しいです。はい、優子さん、はい、今回はいかがでしたか。今まだ生どらの余韻に生どら食べたいなってなってます。もうぜひね召し上がっていただきたいでございますよ、はい、でございますよ、すいません。それではですね、あの私たちも本当に今回もすごく楽しくさせていただきましたので、はい、また次回もお耳にかかりたいと思います。皆様のお相手は山本優子と佐々木千秋でした。
ではまた。ありがとうございました。